じゃあ始まった。チュンチュチュンチュチュチュンチュン。うぜえ。チュン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 チュチュチュンチュン。あら可愛い。これ誰だっけ？これアベンチャリンだっけ？これ。チュンチュンチュチュチュン。あ、一周年か。そうだわ。どういう気持ちでこれを見たらいいの？なんか始まったし、いきなり PV 来たし。速報。来た。ピノコニーの調和セレモニーが間もなく開催されます。バージョン 2.2。そしてこれに際し。銀河でも有名なロビン氏がニューアルバムのリリースをすると発表しました。ロビン実装ですよ 2.2。 ミハイルのために、そしてピノコニーの未来のために。皆さん私についてきてください。ザコを片付けたら、え、かっこよ、ブトヒルかっこよ、帽子つけんや、え、かっこよ、え、マクリーやん。いや、キャスディーか。準備はいい。リボルバーだ。かっこよ。いや、帽子つけると思わんかった。ついに来たのね。準備終わった。ステージで踊る時間ね。ロビン。歌姫や。これは、私たちの最後の希望でもある。ロビンよね。囚人たちよ、自由を学べ。そして兄弟たちに教えるんだ、生きるために。そっか、 2.2 はラスボス出てくるわ。ホタルよ、生きるために死ぬのだ。え、なんでケーキにいるの？お星様もいつか死んじゃうの？涙は目覚めの後で。 2.2 リリース。ちょちょちょんちょんちょん。帰ってきたミスタークロー。何はともあれ、おはよう、こんにちは、こんばんは。皆さんの愛する司会者ミスターフクロウだ。マジで久しぶり。久しぶりね、フクロウさん。最近まで有給を取っていたって聞いたけど。我らがカンパニーは結構待遇がいいんだ。君、休暇ついでに宇宙を救ったんだって？アベンチュリー総監、とんでもないです。ただ取るに足らないことをしただけですから。どうしてもっとお休みを取らなかったの？来たロビン。それは画面の前の皆さんに会いたくて仕方なかったからかな。違うだろう。それではホヨバの社長が予告番組に出てたからでしょ。ごきげんよう。予告番組に出られて嬉しいわ。ガーデンオブリコレクションのメモキーパー、ブラックスワンよ。いいな、ブラックスワン。僕はスターピースカンパニー戦略投資部のアベンチュリンだ。ごきげんよう。私はロビン。こうして会えて嬉しいわ。3人とも私の番組へようこそ。ロビン、ありがとう。 PV を見たけれど、今回はビッグニュースがたくさんあったわね。登場したのもビッグスターばかりだったわ。冒頭で颯爽としたガンマンが出てきたけど、あれは一体誰なのかしら。あとハプニングに遭遇したはずの兄弟サンデーとロビンもまた登場してたよね。そうやね。それに劇場みたいな場所もあったわね。あそこが調和セレモニーの開催場所なのかしら。あ、じゃあ新しいエリアも来る。ああ、そうかもしれないな。さて、多くのゲストが一堂に会したとき、ちゃんと番組形式なんか言うよね。一体何が起こるのか、今から番組でそれを明らかにしていこう。お願いします。楽しみだな。バージョン 2.2 のメインストーリー、愚者は二度ベルを鳴らすで、開拓者はこの新エリアに行けるようになる。愚者。さらにそこで思いがけない友人と再会することになるだろう。軽減ちゃう？軽減。一方で調和セレモニー開幕に向けてのカウントダウンも始まっている。
もうすぐ全宇宙からのゲストの前でセレモニーの幕が上がるんだ。調和セレモニーね。ファミリーのセキュリティはザルだけど、このメインディッシュだけは秘密保持がしっかりできてる。何が起きるのか本当に楽しみだ。今回のセレモニーはかなり盛大らしい。何でも前座として専用の会場が開放され、そこでオーディションを開催して調和セレモニーを盛り上げるそうだ。やっぱりセレモニーをやるんだね。このオーディションはスラーダがスポンサーだから、スラーダ正解オーディションという名前でネッサの時で開催される。ネッサの時はピノコニーの宴の時で、ゲストたちはそこで朝から晩まで享楽にふけっていて、麦芽風味のスラーダを楽しんでる。他では味わえない宴の雰囲気が広がっているの。そう、ここはかつてミームの侵入により壊滅状態となったが、復興を遂げた後正解オーディションの会場になった。よいそう、ここファミリーは定期的にここでオーディションを開催してピノコニーの次期スターオブザフェスティバルを選出するんだ。見ての通り、ここの照明、舞台効果、そしてレイアウトはどれも一流だ。参加者にとっても観客にとっても忘れられない体験になること間違いなしだな。マップの作り込みやばいね。バージョン 2.2 で開拓者は仲間と一緒にオーディションに参加してスターオブザフェスティバルの称号をゲットする必要がある。へえ、セレモニーに参加するにはまずオーディションに出る必要があるのか。なんだか変わってるね。開拓者は宇宙に名を馳せる銀河打者だから、どこに行っても人々の注目の的になるだろうな。それでこのオーディションはどこが特別なの？オーディションの全てのステージをクリアしてスターオブザフェスティバルの称号を勝ち取ると、ほいほい、一足先に調和セレモニーのメイン会場ピノコニー大劇場に入れるんだ。来た、あの場所か。この劇場はマップの真ん中、ピノコニーのランドマークで、スターオブザフェスティバルの称号を獲得した人は劇場の舞台に上がり、ファミリーと一緒に調和セレモニーの幕を開けることができるの。そんなイベントもあるんだ。なら称号を勝ち取った人は君と共演する機会があるってことかな。ロビンさん、どうだ？あるかもしれないし、ないかもしれないわ。仕事さえなければ私も参加してたのに。開拓者、ごまかしたな。このフクロウの気持ちを託すから、絶対称号を勝ち取ってくれ。シナと3つ。せやね。ところで、ガチのピノコに、さっきの PV を見た時、オーディション会場、ここへ。劇場になんだか変な見た目のものがいた気がするんだけど。新エリア3つや。変じゃないぞ。どれも調和セレモニーのスタッフだ。変なの。セレモニーの開幕が目前に迫っているから、きっと確認すべきことがたくさんあるんだろう。ずいぶんユニークなスタッフたちだね。グラスを持ってるのもいれば、ナイフのようなものを持ってるのもいる。あれは弓です、弓。みんなスイートドリーム劇団のメンバーで、調和セレモニーで重要な役割を果たすんですよ。本当に優雅に演奏する感じには見えないわね。彼らと戦うのもオーディションの決勝戦の一部っていう可能性もあるんじゃないか。オーディションを勝ち抜いた人へのご褒美じゃないのかい。さすがはアベンチュリー総監、鋭い見解ですね。もちろんその可能性もありますよ。そっか、アベンチュリー上司だもんな。続いてはフクロウの調和セレモニーに登場する主役たちを紹介しよう。トパーズ総監、アベンチュリー総監。やべ、来た。興奮しすぎて来た。ロビン、これスキル？爆発？かわよ。やっぱロビンなんよね。まずはエフェクトやばいな。美貌も才能も兼ね備え、宇宙にその名を轟かせている歌手ロビンさん。皆さんもロビンさんのことは知っているだろう。優雅な歌手である彼女の美貌と才能は宇宙の多くのファンを魅了しているからな。やっぱ歌声でバフするんやね。それはちょっと大げさよ。私はいろいろな面でまだまだ未熟だわ。またまた、そんなご謙遜を。包み隠さずに言うが、実は私もロビンさんの大ファンなんだ。あなたのコレクション版レコードは何枚も買いました。
その羽のように軽やかな歌声が残業で疲れた私の心をなんと癒してくれたことか。ブラックブラック。フクロウさん、でもあなたのお仕事のストレスは相当なものみたいね。いやいや、こうしてロビンさんを招待できたのだから、どんなに大変な仕事もやった甲斐があったというものだ。それにしてもこの袋オタクだね。舞台の中央でスポットライトを浴びているのに、ロビンさんは時々カゴの中の鳥のような雰囲気というか、どこかへ飛び立ちたがっているような雰囲気を醸し出すわよね。わかるぞ。時に思う通りに行動できない時もある。これもカゴだね。人は誰もがカゴの中にとらわれ、自由に飛ぶことを渇望する小鳥なのだ。フクロウ、その辺でいいんじゃないか。はい。あら。では本題に戻って、ロビンさんの死にもきっと裏があるはずよ。ああ、その裏はきっとバージョン 2.2 で明かされることになるだろうな。とりあえず、ね、今はロビンさんの戦闘での活躍ぶりを見ていこう。私は調和の運命を歩む物理キャラクターで、秘技を使うと自分の周りに特殊な領域を作り出すの。領域展開？領域内の敵は引き寄せられて自分からついてきてくれるのだけど、こちらを攻撃することはないわ。チャームだ、すごい。そして領域内の敵と戦闘に入ると、私は追加で EP を回復するの。さすがはビッグスター。敵ですらロビンさんに夢中ね。私は仲間と協力して戦うのが得意で、みんなにサポートとバフを提供できる。どんなバフですか？例えば私の戦闘スキルは味方全体の余ダメージをアップさせる。ダメバフ。そしてテンプの効果で味方が攻撃した後、さらに自分の EP を回復するの。銀河に名を馳せる歌手として、ロビンさんは歌をうまく戦闘に取り入れているな。必殺技。必殺技を発動するとロビンさんはコンサート状態に入り、心を奮い立たせる歌を歌い、自分以外の味方を即座に行動させ戦闘バフを提供するんだ。他の味方を即座に行動させる。味方全員。そんなこともできるんだ。それにそれやばくない？この歌は希望に満ちていて、じっくり聞く価値があるね。みんなを勇気づけられたら嬉しいわ。味方全員即行動。必殺技が発動している間、味方が敵を攻撃するたびに、私はその敵にダメージを与えるの。それから追加ダメージ、行動制限系デバフにも抵抗できるのよ。うん。ロビンさんがしっかりと調和の運命を歩んでいるのが見て取れるわね。反省ゲームで味方全員即行動。私の使命だもの。やばいな。転換族である私は転換を通して心の声を伝え、力を共鳴させるテンプを持っている。これも私の歩む道と一致しているわ。さっき曲流れてたけど。ところで歌うよね多分。さっきの曲を聴く方法は他にないのかい？いつまでも君を戦場で歌わせるわけにはいかないだろう。みんなさっきの曲の他にもロビンさんの歌を聴きたいと思ってるわ。もうジェパードだって歌うぞ。例えば傷つく誰かの心を守ることができたならジェパードも歌うでとか。心配しなくてもちゃんと全部準備してあるぞ。ロビンさんはもうすぐニューアルバムをリリースするんだ。インサイド。今回も特別に視聴者のために PV を用意してくれた。何？ではご覧ください。みんなロビンよ、私のニューアルバムインサイドが5月9日に出るの。収録曲数は3曲よ。悩みは尽きないけれど、私の歌を聴いている間だけはどうか忘れてね。久しぶり。ベロブルグの機械ブームのボーカルセーバルだよ。ロビンさんのニューアルバムが間もなく出るんだ。同じ音楽家としてどんな曲なのかすごく楽しみだよ。金かかってんな。そしてベロブルグのファンを代表して一言、ツアーでここにも来てくれませんか？皆さんこんにちは。ファミリーの代表サンデーです。調和を称えるものとして、歌声で力を、音楽で調和を伝えるロビンはファミリーの誇りです。お兄ちゃん、ニューアルバムインサイドが5月9日に出ることを嬉しく思います。兄として皆さんのロビンへの応援に心より
感謝します。お兄ちゃん、チクタク、ファン代表としてロビンの応援ができて嬉しいよ、うん、ロビンの歌声は宇宙一美しい、うんうん、彼女の歌を聴くとやる気がみなぎるんだ。ちょっとクロックボーイ怪しいんだよな。全力でロビンの曲をおすすめするよ、うん、ちょっと怖いんだよな、うん、クロックボーイ。やってらっしゃい、見てらっしゃい、ケイちゃん、ロビンさんのニューアルバムが5月9日に出るよ。超最高なはずだから絶対に聴いてね。それと私へのいいねも忘れずに。大家好，我是悠悠鹿鸣。五月九号，知更鸟小姐的专辑就要上线了。她的歌声温柔动听，那个 polygons 高也很漂亮哦。一起期待她的新作品吧。What's up, everyone? Jake Miller here. I heard Miss Robin's album is coming out soon, and I'm so excited for it. めっちゃモデルがいい。 I know the songs always bring many surprises. ああ、エラー、なんかエラー起こってんけど。銀河の歌姫として何かアドバイスをとメッセージをいただいたんですけれども。すごいなー。いやいやいや、もう私はアドバイスというよりは、でもあのいつか歌姫同士なんかコラボができたら嬉しいなと思っておりますので、ロビンさんぜひコラボしてください。すげえ。大家好，我是宫崎，在这里呢要恭喜知更鸟小姐的新专辑《空气涌》即将上线。White Night の人か。希望更多的朋友喜欢。他这张专辑除了5月9日我们首发的三首歌曲之外，在2023版本我们还将解锁一首新的神秘歌曲，大家一起期待吧。祝福と期待をありがとう。今日一足早く聴いてもらいたくて視聴曲を用意しているの。マジで？来たこれ。あ、これが新曲？銀河を一人たゆたう。おーい。みんなどうだった？ぜひコメントで感想を教えてね。じゃあ5月9日にまた会いましょう。最高だ。マジで最高すぎる。番組やってるな、ちゃんと。今すぐ5月9日にならないかな。みんないつも応援してくれてありがとう。銀河中にもっと美しい旋律を届けるためにいいな。創作招待ウェブイベントも用意したから楽しみにしていてね。ちゃんと番組形式でいいよね。アーティストが一人ずつコメントを残してた。あ、来た。ブートヒル。リボルバーいいな。え、ちょっと好きかも。ちょ、リボルバー超かっこいい。いや、マジマクリーなんだよな。キャスディ。かっこかくなんですけど。次はこの人、ブートヒルだ。YouTube 調子悪いっすね。バージョン 2.1 の最後、私たちは電話越しにこの謎の来訪者の声を耳にした、ね、歯がいいよね、ギザギザ歯。今彼はこちらに向かっているところらしい。何？ブートヒルさんは一体どんな人なの？それはゆっくり説明させてくれ。ブートヒルは巡回レンジャーで、何より特徴的なのはその喋り方だろう。例えばベイビー、キューティーなハニーとかだね。言ってたね。ブートヒルは巡回レンジャーであるだけでなく、豪快かつ自由奔放な青函カウボーイで、カンパニーの指名手配リストの常連でもある。指名手配だが、噂によれば彼はいくつかの凶悪事件を解決したことがあるらしい。どうやらブートヒルかっこいいな。善悪のカウボーイか。気ままに歩む人のようね。その通り。だがそんな危険なカウボーイ兼ガンマンはフィノコニーのホテルレバリーにチェックインするとき、ある問題にぶつかった。なんとチェックインできないと言われてしまったのだ。巡回レンジャー、どうして彼がチェックインできないのか分かった気がするわ。読みが代わりに入ったからやな。だって巡回レンジャーはもう一人チェックインしてるからね。これに困ったブートヒルは請求列車を訪ね、七死人の助けを借りることにしたんだ。なるほどね。でも列車には
炭鉱さんと車掌さんしかいなかったわよね。ああ、一体どんなことが起きるんだろうな。フクロウさんたら、またじらしてるわね。とにもかくにも、まずはブルトヒルの戦闘での活躍を見ていこう。銀河を流浪するカーボーイとしてブルトヒルは独自の戦闘哲学を持っている。彼は戦闘スキルで指定した敵単体に決闘を申し込むんだ。決闘？決闘中なんかマークついてる。ブルトヒルは敵を挑発しながら自身の通常攻撃を強化する。はいはいはい。この決闘では双方お互いから受けるダメージがアップするんだ。お互い決闘するのね。こういうのは昔の映画でしか見られないと思ってたわ。ザ順守だね。こういう思い切りのいい方法で問題を解決したがるのは彼のテンプに関係してるんだよね。味方が決闘で敵を倒したり5発の銃弾弱点撃破したりするとブートヒルは累積できるバフ効果を一層獲得する。3つ溜まってるわ今。ブートヒルが必殺技を発動すると敵に物理属性の弱点が付与され、その敵にダメージを与えると行動順を遅らせることができるんだ。まるで映画みたいな必殺技ね。かっこよ。手配書には相手の写真も載ってるわ。相手の写真が出てくんの？見事に弾丸を命中させる。面白そうだ普通に。スマートなカウボーイね。敵ごとに手配書の写真があるのこれ。次の戦闘に入って初めて戦闘スキルを発動するときに敵に物理属性の弱点を付与できるんだよ。あ、また YouTube が。これが巡回レンジャーの実力なのかしら。いや、無法者の実力と言うべきだろう。物理弱点強制付与。決闘に勝つと強くなり、敵を倒せばさらに強力になる。ちょっと銀狼。戦えば戦うほど勇ましくなり、専用効果が素早く問題を解決できるというわけだな。みんな持ち始めた。問題を解決するの？それとも問題を起こした人をどうにかするの？指名手配リストの常連としては問題さえ解決できればその手段が正当なものかどうかはどうでもいいんじゃないかな。なるほどね。ところでかっこいいわ。カーボーイなら彼は酒場でミルクを注文したりするのかしら。ブートヒルはモルトジュースの方が好きなようだ。ミルクは彼のスタイルにそぐわない。モルトジュースって体に害はないの？カンパニーの資料によるとブートヒルはサイボーグ化することで自分の戦闘力を高めることに夢中になっているらしい。サイボーグ 90% がサイボーグ化された体ならモルトジュースを飲んでも大した影響はないだろう。最初は休暇を過ごそうと思ってピノコニーに来ただけだったのに。これがよくみんなが口にするルールは破るためにあるということね。ほら、でもバットが見当たらないわ。あ、炎の槍もないわね。あ、代わりに気になる帽子が増えてる。あ、ゲストの皆さんは鋭いね。新たな運命ですか主人公。さらなる内容はゲームの中で体験してくれ。調和かな。次に紹介するのはバージョン 2.2 の跳躍情報だ。なんかバージョン 2.2 前半のイベント跳躍では限定星5キャラクターのロビンとトパーズ&カブを獲得できる。トパーズ創刊。また限定星5公演水光あふれる夜と悩んで笑っての出現率もアップするぞ。このイラストが好きなんよロビンの。バージョン 2.2 後半のイベント跳躍では限定星5キャラクターのブートヒル、そして我らが大木の復元を獲得できる。我らが大木。同時に限定星5公演水二度目の生に向かってと閉ざした瞳の出現率がアップするんだ。ブートヒル、これはメンテナンス中やん。ブートヒルさんが体を改造した時の様子よね。二人とも目を閉じてるね。さらに新たな星4公演水終わりなき舞踏も今期の跳躍に加わる。これヨミとブラックスワンやん。ヨミとブラックスワンが一緒に踊ってる。今とは違う服を着ているけれど何かあったのかしら。深入りしない方がいい記憶もあるの。ではここで一旦休憩を挟んで後ほどバージョン 2.2 の新イベントについて紹介しよう。では次のイベント、ブートヒルに関する全ての説明に移ろう。なんだそのイベント。ブートヒルさんに関する全ての。懸賞金かかってる。どうやって7億2050万。この映画にブートヒルは登場しないが信用ポイント。君は至る所で
彼の伝説を耳にすることになる。しょぼいな。銀狼に比べたらしょぼいわ。ブートヒルが何度か大きな事件を起こしたらしくてね。銀狼50億じゃん。宇宙ステーションを含むいくつかの組織が損害をかぶったんだ。カフカ。カンパニーの他にも多くの組織が彼を指名手配しようとしてる。様々な依頼をこなしてブートヒルの情報を集め、報酬を獲得していく。いや、それはね、そう。性格ハンター組と比べたら、もちろんです。7億2050万を感じる。これまでに紹介した楽しいイベントの他にもまだまだあるんでしょ？いつもの刺激的でスリルのある10連分ガチャアイテム配布。ログインして受け取るのを忘れないようにな。どんごんよ。あと2倍イベントの次元界分裂と花が育む反省も開催されるよ。それぞれ模擬宇宙と疑似科学の挑戦をクリアすることで一定回数の2倍報酬を獲得できるんだ。開拓者の皆さん、挑戦するのを忘れずに。最後に、ついに ebook バージョンの開拓者のためのドリームガイドがリリースされた。 ebook ってなんだ。この本ではスターレイルチームのピノコニー制作秘話をはじめ、ショートアニメ制作チームのインタビュー、さらにショートアニメ飛行と原稿の原画も公開されてるぞ。特設ページで閲覧することも PDF ファイルをダウンロードすることもできるから、ぜひお見逃しなく。へえ。そんなに面白い内容が盛りだくさんなのに本当に無料で読めるの？本当です。貴重な記憶ね。ありがたくいただいておくわ。さて、バージョン 2.2 ありがてえな。涙は目覚めの後での予告番組もそろそろ終わりの時間だ。へえ、調和セレモニーの開幕が待ち遠しい。バージョン 2.2 でも開拓者の皆さんに楽しい思い出を残せるといいわね。全てが終わった4月8かな。え、5月8か。暖かい太陽の光が忙しくなるな。ピノコニーに降り注ぐことを願ってるわ。改めて請求列車誕生日おめでとう。また会える日を楽しみにしてるね。ゲストの皆さん、ありがとうございました。あ、てかブートヒルこっちに向かってるって言ってたよな。開拓者の皆さん、ログインして制御1600個と燃料10個を受け取るのを忘れないようにな。ブートヒルは？ではまた次回の番組でお会いしよう。こっちに向かってるって言ったのか。大金帰宅。ご視聴ありがとうございました。終わる雰囲気やな。またね。ブートヒルかわいそう。お？ん？これはどういうことだ？流れが変わった。これは、おお。あ、違うわ。最後の最後に皆さんに一つお知らせを。夜中に無教で起こった奇妙な誘拐事件、まもなく開幕。この番組が終了した後、ホヨフェアチャンネルでスパークルスターレイルジャズナイトが始まるぞ。スパークルジャズナイト、皆さん早く逃げるんだ。いや、楽しみだわ。ロビンのやつがもう一回見たいな。これかパロビンなんよね。これよくね、翼出てくんの。性癖も、性能も、性癖じゃねえ、性能もだけど歌も神ね。てかね、めっちゃ調和してる。これぞバフって感じ。キギが領域展開で相手はこっちに吸い寄せ、てか相手吸い寄せれるってやばくね。これ模擬宇宙でさ、3体まとめて処理できるで。これ領域内の敵と戦闘に入ると私は追加で EP を回復するの。ロビンの必殺技って多分最強クラスだから、必殺技の中でも EP 溜まんのもありがてえな。ロビンの必殺技多分重い。必要 EP 多分やばいと思う。そんぐらい強いもん。原神でいう90族ぐらい、多分過去最高レベルで必殺技重いけど、まあ、秘技とかテンプで回復してってねみたいな、そういう設計だろうね。300とか、いやでもね、過去一で必殺技重くないとね、あっちゅう間に必殺技のゲージマックスになったらゲーム壊れるから、まあ、はい、みんな動く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 でゲーム終わるから、めっちゃ重いと思う。でそんぐらい強い。必殺技を発動するとロビンさんはコンサート状態に入り、心を奮い立たせる歌を歌い、自分以外の味方を即座に行動させ、
即座に行動やばいって。どうやって使えばいいんだ。スタレはターン制ゲームだけど、必殺技をどう割り込んで、どのタイミングで使うかが結構大事じゃん。で味方全員でもやばくなったら行動できるわからね、割り込みでチーム全員やばいんよなマジ。でもロビンはほんまに必殺技最強キャラやと思う。他の味方を即座に行動させる、そんなこともできるんだ。いかれてますこれ。それにこの歌は希望に満ちていて、じっくり聴く価値があるね。みんなを勇気づけられたら嬉しいわ。え、この曲が流れるの？必殺技中。多分歌流れるよね。必殺技が発動している間、味方が敵を攻撃するたびに、私はその敵にダメージを与えるの。はいはい、味方が攻撃するたびに追加か、物理ダメージか。おお。いやてかね、どんなパーティーにも入れられる正直。それから行動制限系デバフにも抵抗できるのよ。うん。おお。ロビンさんが。なんかやべえキャラ来たなって感じ。いやもうぶっ壊れてるよ調和。提供するんだ。他の味方を即座に行動させる、そんなこともできるんだ。それにこの歌は希望に満ちていて、じっくり聞く。なんか味方がステージに立ってんのがいいな。必殺技使った後。え？罰になってる。ロビンに罰ついてる。罰になってるからロビンは動けない。必殺技が発動している間、あほんまや。あ、必殺技のここが罰印になって押せなくなってるんや。コンサート中は必殺技繰り返し使えないってことか。そりゃそうだ、強すぎるもん。崩壊されるっていうゲームの中でチーム全員即座に行動はイカれてんねんマジで。ターン制ゲームの概念崩壊してるから。で強すぎるがゆえに、例えばさ模擬宇宙とかでさ敵を倒したら EP100% 回復とかさ、知恵の祝福ね、缶詰の必殺技2連続で使えるってあるやん。あんなん あったらさもう終わるやん。ロビンが必殺技使う、チーム全員即座に行動で、すぐ必殺技使う、もう一回チーム全員即座に行動っつってゲーム終わんねん。だからこの必殺技強すぎるがゆえに、お前ら連続使用禁止なっていう意味だと思うよ。だってもう味方全員 3回連続行動とかになってみさ、ゲーム終わるで。さすがにダメ。ズルしないでちゃんとロビンのターンが一旦回ってくるまでは罰みたいな、多分そういうことやと思う。 EP は回復溜まってると思うねんけど、まあ、溜まったとしても押せないだと思うね。貫突したらバッテンなくなる説。いやそれはないんじゃない。多分もともとこの必殺技最強格だからエネルギーめっちゃかかると思うね。模擬宇宙の祝福とかズルしないとゲージ普通たまんないから、それ用だと思うよ。貫突はまた多分別の効果やと思う。何の異物が合うだろうね。メッセンジャーじゃない気がするな。味方即行動するからね。っていうメッセンジャーじゃない気がする。とにかく EP 効率特化かな。いやまあ普通に最強格だと思います。まあルアンメイより強いかどうかはわかんない。ルアンメイとか花火とかブローニャ全員強いんで。行動順すぐ引っ張り出しても、結局スキルポイントで動けないみたいな時もあるから。え、どうなんだろう。せっかく味方全員行動順、回して引っ張り出したはいいけど、スキルポイントがないせいで存分に満足いく動きができませんみたいなパターンもありえるわけで、そうなると具合悪いな。だからっつってロビン花火とかちょっとえぐいしな。なんかスキルポイントの消費がなくて結構暴れられるキャラ、ジンとかテイリュウとかは結構やばそう。そのあたりの要素もありそう。まあ確かにね、味方行動させつつスキルポイント1ぐらいは回復してほしいな。ありそう。読み、銀狼、花火、ロビンで行く。あ、いいんじゃない？あ、そう、持続パーティーとかはいいかも。なんか落とした？え、今ね、机の上にアメリカンドッグを食べた後のお箸があって、今ちょっとロビンの効果見て、めっちゃ気分いいから、指揮棒代わりに今、振ってる。ちょっとロビンの音楽聴いて、テンション上がってるから、この棒を、指揮棒代わりにして今、うんしょね。気分がいいのよ、今。切ったね。いや、まあいいじゃん。今日買ったやつでしたね。陰月はちょっとスキルポイントの消費が追いつかなくて間に合わない説ある。